ルセロナ3、高いお金で補強すると失敗するジンクス。バルセロナが高い金出して補強すると失敗する？答えはイエス。成功例はメッシの最高のパートナーとして支えたスアレスだけと言ってよい。ここに初めてカンテラーノがランクイン。ただただ成功を祈るのみだ。ネイマールは成功やな。成功とまではいかなくてもハフィーニャは失敗とは言わないと思うけどな。スアレスは当時からしたらすごい高額よな。それで活躍したのもすごいし、ネイマールも活躍してなおかつ高額の移籍金払ってもらって移籍したのもいいね。ネイマールは補強の失敗ではなく、交渉の失敗だよね。ピュニッチいたの一瞬すぎて、今でも本当にいた？ってなる。ピュニッチにそんなに金払ってたのか。間違いなく成功だって言えるのはスアレスとネイマールだけだよな。ネイマールは大成功よ。あれだけ結果出して、クラブを去る時も莫大な移籍金をクラブにもたらした。明確な失敗はコーティーニョとズラタン、ピュニッチ失敗よりはデンベレとグリーズマンか。学的に。他はコスパ的には成功の範囲内。さあ、オロモがどうなるか楽しみだ。